どう、よろしくです。久々にこの画角というかね、顔をバンって出して撮影しているわけなんですが、最近ね、このチャンネルを知ってくださった方も結構いらっしゃると思いますし、あとは月曜日のね、いつも動画が最近ホワイトボードを使った授業スタイルというか、あれでやってたので、こんな顔してたんだってここで知った方も、多分少なからずいらっしゃると思うんですよ。雰囲気だけでいいんで、こんな顔してますんで、ぜひ覚えていってください。で、今回なんで顔出しでね、今週はやってるかっていうと、今週のテーマがおそらく表情とか目線とか顔をちゃんと出して伝えた方が伝わると思ったからです。というか、少し厳しい話をします。厳しい。そうだね。なので、動画見るタイミングちょっと気をつけた方がいいかもしれません。落ち込んでる時とか気落ちしてる時も同じか。気落ちしてる時に見るとですね、精神的にちょっと病むというか、気がめいるかもしれないので、厳しい話をされても受け止められるというか、ある程度こう抗えるというかね、エネルギーがある時にぜひね、この続きを見てみてください。で、早速なんですが、今回一つ皆さんに考えてほしいというか、質問したいことがあります。ちょっと場面をね、説明するので皆さん想像してみてください。皆さんの友達とか、いとことかでもいいかな、あと後輩とかでもいいね、を一人具体的なね、人物を想像してみてください。ちょっと気心を知れてるというか、それなりに仲がいい方が相手だといいんですけど、いいですか？一人設定してもらっていい？で、その方から質問をされます。みんなが質問をされるので、なんて聞かれたかっていうと、じゃちょっと後輩くん設定でいくね。先輩って、最近勉強がうまくいかなくて、なんかおすすめの勉強法とか効率がいい勉強法ないですかね、教えてくれませんかって質問をされました。さあ、その時皆さん、なんて答えてあげますか？はい、ということで考えていただきありがとうございます。今の質問に対して反射的に答えがパッて出てこなかった方は、この動画続きも見てみてください。で、もしもう自信満々にこれって言えた方は、見なくてもいいかもしれないです。ただ、伝えたいことに関してはある程度、ためになることはあるかなと思うので、よかったらね、見てみてください。みんなは今勉強においてうまくいってますか？自分の勉強が。で、これは人それぞれ答えもちろん違うと思うんですけれど、人ってね、勉強だけじゃないよ。仕事とか、もちろん部活とか、何か芸術作品にね、携わってる方とかもいると思うんですけど、人ってですね、うまくいかなくなると、ある一個の行動を取るようになります。それは基本的に何か打開策がないかなって思って調べ始めるんですよ。例えば勉強法に困ってる方がいたら、もっといい勉強法ないかなって調べる方もいるだろうし、多分その調べる中でこの動画に出会った方もいるだろうし、で、調べ始めるわけですよ。で、よく自分が言いますけど、こうやってさ、自分偉そうに今動画撮ってるでしょ？勉強法とか話してるわけだけど、おそらくこれを見てくださってる方の一部の方は、俺より勉強法の選択肢持ってるよ、きっと。詳しいと思う。なぜかっていうと、YouTube だけじゃなくて、YouTube とか本とか、ネット情報もそうだよね。いろんな勉強法があります。いろんな方がいろんなことを話してる。もちろん似てるものもあるけれど、で、いろんなことを調べてる方は、あの人はこういうことを言ってたなとか、あの人はこういうことを言ってたなって、自分はその中でこれをやってるんだとかね、いろんなパターンがあると思うんですよ。で、その中でいろんなものを摂取して自分でセレクト、選んで、それを実践してる方は問題ないんだよね。問題ないんですけど、うまくいってない時って人ってどう思うか、うまくいってない時だけじゃないけど、人って損したくないんですよ。損をしたくない。遠回りしたくない。できれば近道でたどり着きたいんだよね、ゴールまで。だから勉強する時もさ、例えばじゃあこの方法で1ヶ月頑張りました、1ヶ月後に、いや、その勉強法さ、こここうしてたらもっと良かったんだけどって言われたらショックじゃない。だったらもっと早く気づきたいじゃん。だからそういった意味で遠回りしたくないんですよね。だからいろいろ考えるの。いろんなものを調べて、もっといいものないかな、もっといいものないかな、もっとないかなっつって、で、調べていく。で、調べていくうちに時間が経過します。で、しかも調べたことに満足して何も実践してないんだよね。そうで、勉強法っていうのは何度も何度も言うけど、ベストアンサーはないんだわ。もうこの勉強法やっときゃ全員が成績上がるからやっとけってないんだって。王道はある。例えば、俺はよく言う反復練習とか、人間はコンピューターじゃないから1回でインプットできないんだわ。保存できない。だから反復して短期記憶を長期記憶に持っていかなきゃいけない。いや、これは王道だと思う、ほとんどの方が。だけど、いつも言うけど、それはそうなんだよ。それはそうなんだけど、でも、反復するタイミングは人によって違うんだって。俺はよく翌日にやれとか、例えばその日に帰ってきたから勉強するでしょ？で、寝る前に確認するんだわ。2回だよね。で、起きてすぐにも確認する。この三角の3点セットが俺は王道だと思ってる。
で、これは絶対やれよっていう。でも、もしかしたら、もっと間を空けても大丈夫な方もいると思うんだよね。だから、勉強法っていうのは絶対にアレンジをしなきゃいけない。自分流に。で、そのアレンジを繰り返す、試行錯誤を繰り返していくことで、自分にとってのベストアンサーに近づけられるんだよね。でも、人は追い込まれれば追い込まれるほどに、どん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 調べていく、調べていく、調べていく。何も実践してない。いや、すげえ嫌なこと言うよ。多分俺のこのね動画を見てくださってる方って俺以外の動画を見てるはずなんだよ。勉強法調べたりとかいろんな方がいるね。現役大学生、現役東大生が勉強を喋るとかいっぱいあるじゃんか。で、いろんなのを見ていく中でなんか試したか、その中で。で、自分で実践して、あ、この人が言ってたのはこうだけどこうやったらいいなとか、まあ、もしかしたらこの人が喋ってることが私にとってもめちゃめちゃ合うっていうこともあるかもしれない。試してるかい？いや、いるよ。絶対試してる方もいっぱいいるんだけど、でも試してない方もいると思う。今ギクってなってる方は絶対いるはずなの、この中で。だって塾講師やってる時にそんな子いっぱいいたもん。で、大人もいっぱいいる。俺もそうだし。で、これはなんでこんなこと今回強く言ってるかっていうと、例えば今これ言われてさ、ぐさってなって、あ、やっぱりダメだったんだってなってる方、違うんだ。落ち込ませるために話してるんじゃないの。これね、無意識と、まあ、有意識、意識が持ってるって、これが大事で、無意識だったら一生変わんねえんだ、その人。ずっとその調べてることに満足して、例えば本を読んでもさ、これは俺の持論なんだけど、本を読んだら一つでいいから何かエッセンスを吸収して実践するべきだと思ってるの。あ、この本読んだ、満足じゃダメなんだよ。必ず一個自分の人生変えていかなきゃ、その本と出会ったことによって。で、無意識の人はずっと吸収して満足で終わっちゃう。それが成長になる人もいるかもしれんけど、でも俺はそう思ってないから。でも今回これでグサってなった方の中で、そっかって、そこの部分持たなきゃいけないんだって、無意識だったものが有意識、意識を持てるようになったら、それってめちゃめちゃ大きな変化なの。でも、もう一個ハードルがある。意識を持ててもできねえから、人は。だからちょっと強く言ってんだ。それでもやろうと思ってほしい。で、もうこれね、繋がっちゃうんだけど、なんでこんな風にこの時期に喋ってるかっていうと、まあ特に受験生が多いと思う。この動画見てる方はね、まあもしかしたら2年生とかもいるかもしれないけど、いずれ頑張んなきゃいけない時期が来るよね。で、受験っていうのは、まあ今さ、ドラゴン桜で桜木先生も言ってるけど、もうほんと夏が勝負なんだよ、受験って。夏をやらかしたら取り戻すのめちゃめちゃ厳しくなるから。いや、そんな厳しい戦い、もうド M な方はいいよ。それでもいいかもしれんけど、そんな苦しむ姿見たくねえもん。できれば避けてほしい。ちゃんと夏休みというか、夏にしっかりこなして、レベルアップして、夏以降にさらに飛躍してってほしい。俺の思いとしてはね。で、よく勘違いされるのが、夏休み入った瞬間に頑張ればいいや、みたいなね。いや、ない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 。今まで、その頑張れてないというか、自分の中でちゃんとコントロールできてなかった方が、夏休み入った瞬間にスイッチポチッと押されて、ルシャーってなるわけがない。ならないならない。だから6月が大事なの。準備運動だから、この1ヶ月が。で、その6月のポイントでも喋ったけどさ、悩んでいいんだって、落ち込んだっていいんだよ。もういっぱいもがいて、この1ヶ月は。いっぱい苦しんでくれ。でもその苦しんだ結果、そこからアレンジして試行錯誤した先、それが準備運動だから。私の勉強法どうなのかなって、反復するタイミングどこがいいのかなって、それを繰り返すことで、夏休みに理想的な、自分にとってベストまで行ってないかもしれないけど、よりベターな、より自分に合った勉強法を見つけられた状態で夏に入らなきゃ。夏休み入ってから見つけるもんじゃないんだよ、勉強法は。ね、いいかい？だから今回伝えたかったのは、きっとみんなね、特に悩んでる方、この動画を見てる時点できっと何かヒントが欲しかった方だから。その方はいろんなことを調べてると思う。でもインプットインプットインプットばっかりで頭でっかちになってるぞ。必ずアウトプットするんだよ、自分で実践をするので。これは目安なんだけど、例えば勉強法とかもちょっとやってみて、やっぱ合わないってよりは、せめて3日4日はやってごらん。3日4日、その中でもしかしたら全然合わないって思うかもしれないし、初日に合わないって思ってたものが、3日目とかには確かに合わないところはあるんだけれども、その中でここをアレンジしたら、あ、自分に合うかもしれないっていうのが見つかってくる。やっぱりある程度相手のこと、その勉強法のことを実践して感じないと気づかないことっていっぱいあるからね。だからぜひ今回ね、まあ、この動画出会っちゃって、ここまで話聞いてくれたみんなだからさ、ぜひ何か、まあ、俺の動画だけじゃなくて構わないから、いろんな方から吸収したもの、その中から自分はこれが合うかもしれないなって、まあ、心ときめく勉強法があったら一番いいけど、それを実践してごらん。まずはやる、調べる方じゃない、やるんだ。この時期はぜひ試してみて、でそしてアレンジをする。もう声を大にして言うよ、アレンジするんだ。あの人、憧れのあの人が言ってたものをそのまま全く
全く真似するんじゃない。そこから変えていく、変えていって自分流ふん、ごめん、自分最後しまんなかった、自分流の勉強法をぜひ見つけて、そしていい夏に、いい夏を、最後グダグダる、ごめん、夏を迎えてください。まあ多少ねヒントになったら嬉しく思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。ごめん、カミカミだった。